ばんは、プレコです。実は昨日の深夜ですね、今日の深夜か、サテライト水槽からですね、ここへ本水槽の方へですね、勝手に脱走したしずちゃんです。はい、本当飛び出し事故が多い魚だっていうのよくわかりますわ。見えてきたね。元気にしてますし、なんていうの、プレコ用の、人工飼料ね、こちらへも撒いておいたんで食べてますね、多分。だいぶなくなってるんでね。で、手前の方へ、出てきてるんでしょうけどね。いやー、めっきりね、姿を見ることが逆にこの本水槽に入ると減るわけなんで、で今たまたま見たんで撮ったんですけどね、エンドリケリ育成日誌 10-2 ですわ。どうしようかな、説明してもいいんだけど、水が出る口があるんですよ。それ本水槽の方へ向いてるんであれなんですけど、実はそこのストッパー、サテライト水槽についてたんですけどなくしちゃったんですね。でどうやらそっから出たみたいで、でね、昨日言ってたこれ、ネットの方をつけてて、本水槽の方にねネットつけてて正解ですわ。はい、なんていうのかな、なかなかね、まだ慣れてないのか、そんなに自由に泳ぎ回ってる形ではないんですけど、明日にはね、ちょっと新しい餌も試してみようとは思ってます。はい。しかしね、いや、勝手にこっち入ってるとは思いもよらずですね、サテライト水槽の方、朝6時ぐらいに気がついたのかな。だから多分午前3時とかそんなあたりで、飛び出ちゃったと思うんですけどね。もう時間ですね。じゃあ、ではでは。